集合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 これは会議招集かかりました。そうなんだよ、ちょっとね、今緊急動画回してます。え、何何した？でもね、マジで心当たりないんだ。いい子もな、心当たりない、心当たりなんかレイアウトした心当たりがあるから。はいはいはい、受験勉強中にね、なんか食べてた、こうやって。それはいいだろ、別にいいだろ。私たち、なんとですね、スタッフさんたちに呼び出し食らいまして。そうなんですよ、何もしてない、何もしてない、マジ何もしてないんだよ。だからマジで何も知らない。だから何かした？うち、うん、でも結構おならとかはしてるかも。やばそれ。別にいいよ、それやばいよ。え、でもわざわざトイレに行ってしてるから、別に火は当たってないと思ったんだけど。え、てかゆかさ、事務所の鍵盗んだべ。盗んでない。それは結構反対のことやってない？え、未来さ、え、なんか未来人の鍵勝手に切った。冗談ですよね、うん、冗談。なんだマジで、何の意味だよ。とりあえず言ってみる。一回さ、入って謝罪だけしとく。あ、ごめんなさい、すいません。ちょっとマジでこれグループの危機になるかもしれない。じゃあ、もちろん関連して何が起こるか。あ、確かに確かに確かに。じゃあこれゆかが持っとくわ。そっちを頼みます。え、のうち記録、記録、記録係なんで。記録係、何が起こるか。これが最後のビデオになるかもしれない。皆さん、今までありがとうございました。幸せでした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。え、怖い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 。え、何？本当に何ですか？何ですか？怖い話じゃない。怖い話じゃない。うん、待って。あ、そうね、一体じゃあ一旦、うん、どちらから。なんかわからないけど、うん、すいませんでした。すいませんでした。なんかすいません。え、何？いや、めっちゃ怖い。え、怖い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 。基本的に分からん。え、本当？今日は説教。え、説教ではなく、ああ焦った。私からみんなに対して報告。報告？え、まあ、待って、やめないですよね。あ、え、なになになに、もう、なになに、え、もう言ってください。確かに、もう言ってほしい。みんなもびっくりだし、多分視聴者の方もわぁってなる内容であるから、まあ、ちゃんとお話しようかなって思って。心当たりあります？え、ないです。え、なんですか、なんですか。ちょっと待って、言ってください。本当気になる。はい、じゃあ言いますね。はい、あの、今回メル TV リニューアルして、まあ、もうちょっとで2年経ちます。1年半ぐらい、はい、で、今年の春、年度末、3月末、うん、メル TV 初めての大型企画をやります。おー、大型企画。確かに今までやってない。確かに、確かに、やったことない。いや、うん、え、何の企画？大型企画、まあ、ちゃんとでっかいスタジオに行って、めっちゃゲスト呼んで、メルが主役になってやるんだけど、今回やる企画は女だらけの抜き打ち祭りです。え、待って、抜き打ち？その抜き打ちだけでも嫌なのに抜き打ち祭り？やばくない？やばい、やばい、祭るの？マジで怖い。もう、でも嬉しいことでよかった。よかった、まあ、ね、ね、お酒とか飲めちゃう、ね、確かに飲んじゃう。ビラもない。よかった、よかった。カメラも、え、回ってた。話してました。え、めっちゃ見てたんだけど、私も知らなかった。そう、だから大型企画の、まあ、中心4人、レギュラー4人として毎日投稿が明日上がる動画から始まるので。えー、毎日投稿もはよ。そう、5本連続投稿、うん、おおになるので、視聴者の方にも楽しみにしてもらいつつ、みんなも抜き打ちされるから楽しみにしてもらいつつ、メル TV 盛り上げていきましょうっていうお話でした。はい、ありがとうございます。いい話でよかった。いい話、頑張ります。何の最初のあの集まりの聞いてるの、ね、ごめんなさい、その髪切ったでしょとか言って。そうだよ、冗談が過ぎるわよ。はい、よかったです。楽しもう、ね、ね、なんかさ、楽しみじゃない、女だらけとかさ、うん、確かにすっごい楽しみです。マジ楽しみ、頑張ります。皆さんお楽しみに。楽しみに。今日の動画はここです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ、バイバイ。
ビビっちゃいけないから。やだやだやだ。開けるよ。後ろ誰かいる。大丈夫そうみんな。待って行ってそう。そういう感じか。